さあ梅崎右足のフリーキック、ここは試合を終わらせるゴールを狙ってくるでしょう。一番遠いサイドキーパー外してシュート、いい綺麗な綺麗なクロス、綺麗なヘディングシュート、プレーでついに今日何度目の正直か分かりませんが、欲しくて欲しくてたまらなかったゴール、プレーで取りました。裏取って梅崎のボールの位置も高かったですね。いいスイングですからゴール方向に向かっていくんでね、ディフェンスの頭を越えて落ちてくるところをフレイにぴったり合ったような形ですね。そうですね、まあ、神戸はゾーンで見てますから間に入られてああいうボール入れられるとなかなか守備できませんからね。再三狙ってましたかね、フレイでね。そうですね、で結局その福田さん、あのフレイのゴールは再三狙っててよかったと思うんですが、ね。